シルパンチョシルパンチョは南米ボリビアの料理。コチャバンバの名物料理と言われている。薄く大きい肉を焼き、ご飯の上に目玉焼きと共に乗せて食べる。ボリューム満点の豪快な料理である。牛肉を100グラム程度の大きさに切る。塩、胡椒を振り、パン粉を敷いた板の上に置く。肉の上にもパン粉を乗せ、その上からコンボや石などで叩き。 数ミリ程度の厚さになるまで潰して伸ばす。フライパンに多めの油を敷き、この肉の両面をよく焼く。じゃがいもの皮をむき、8つ割り程度にしたものを茹でる。茹で上がったら、熱した油をかけて、表面を黄金色にする。米を、ニンニクのみじん切りと共に、厚手の鍋で入り、水を加えて炊く。玉ねぎをみじん切りにしたものと、トマトを細かく切ったものを混ぜ、 ロコトなどで辛味をつけ、塩と油を少々加えて、サルサを作る。一人前につき一個ずつ目玉焼きを焼く。大きな皿に米を盛り、その上に肉を乗せ、さらにその上に目玉焼きを乗せる。脇にジャガイモを添え、全体にサルサをかける。この料理のポイントは、肉を薄く広く叩きつぶすところにある。ボリビアでは、牛肉が最も安価な肉であるが、 ほとんどは固く筋張っている。肉をよく叩くことによって、筋繊維がほぐれ、食べやすくなる。また、パン粉を埋め込むように一緒に叩くことにより、焼いた時にサクサクした気持ちよい食感が得られる。また、米は粘り気の少ないインディカ種なので、一度行ってから炊いた方が美味しい。肉の付け合わせの感覚で食べられている。ありがとうございます。